いつもご視聴いただき、ありがとうございます。本日の株式ニュースをお送りします。テックファームホールディングスの株価がストップ高となりました。これは、同社が AI を活用した新しい 3D モデル生成ソリューションサービスの提供を開始したためです。この新技術は、3D ガウスイアンスプラッティングと呼ばれ、EC サイトで服を着せたトータルコーディネートを見せることができるようにします。すでに実装した EC サイトの顧客からは、ユーザーの商品体験向上が評価されています。本場のの筆頭株主である青木岳氏が、自身が社長を務める資産管理会社 NT へ今場の株を譲渡したことが発表されました。この譲渡により、NT の議決権所有割合は 72.26% になります。株式は純投資目的であり、NT は市場動向を考慮しながら安定保有を維持し、売却手法を探索する方針です。蔵元製作所の社長がメディアへのインタビューで、半導体製造に関わる石英加工事業の拡大とともに、次世代の太陽光発電装置であるペロブスカイト型太陽電池の開発に乗り出すと答えました。この発言は投資家にポジティブに受け止められています。フィナテキスト HD は、24年3月期の営業損益予想を、従来の 0.21 億円の黒字から 2.20 億円の黒字に大幅に上方修正しました。これは前期に 3.28 億円の赤字だったことからの大きな改善です。業務委託費や人件費の見直しが功を奏し、予想利益を約10倍に引き上げました。このニュースが市場に好感され、株価は大きく上昇しています。タスキホールディングスが、資産コンサルティングベンチャーであるオーラの株式 71.1% を取得し、子会社化したことが好材料とされています。国内で富裕層の数が増加している中、この動きは個人の資産形成と相続税対策ニーズへの対応を強化し、グループの企業価値向上と持続的な成長に寄与すると評価されています。取得価格は23億4700万円です。有機化製薬品工業は、業績予想を上方修正しました。24年3月期の営業利益は従来予想の 8.4 億円から 11.1 億円へと修正され、前期比で 23.7% の増加となっています。この上方修正は、円安の影響や電子材料向けの新製品貢献、さらには海外での原薬販売の拡大と経費の節減効果などが要因です。また、年間配当金も7円から8円に引き上げられました。レントラックスの月次売上高が前年同月比で 10.6% 増の3億4000万円になりました。これにより、増収は2ヶ月連続となっており、投資家からの好感が見られ、買いが入ったようです。また、パートナーサイト運営者数も前月比で656人増の 55,894 人となりました。三新電機は、営業利益を従来予想の44億円から57億円に、年間配当金も100円から105円にそれぞれ引き上げると発表しました。この業績上方修正は株価には織り込まれていなかったため、大幅に株価が続伸しています。利益率の高いソリューション事業が好調に推移し、売上は予想を下回っていながらも利益は拡大しました。東急建設は営業利益を従来予想の62億円から82億円へと上方修正し、前期比で 60.6% 増加する見通しです。これは、開発事業の撤退による不動産事業等損失引当金の減少と、研究開発費用の発生が後ろ倒しになったことが影響しています。さらに、年間配当金も36円から37円に引き上げられました。大阪ガスは、24年3月期の経常利益予想を従来の1700億円から2265億円に上方修正しました。これは前期比で3倍の増益となり、市場予想の1750億円をも大幅に上回る結果です。この上振れは、国内のガス事業、LNG 販売事業、電気事業、および海外エネルギー事業での増益が影響しています。北海電気工事の最終利益と営業利益が大幅に上振れし、最終利益が前の期比で 2.1 倍の20億1000万円に、営業利益も 2.3 倍の28億5000万円に達しました。この業績の向上は、再生可能エネルギー関連の工事の増加と電力関連工事の進捗が寄与しています。前期の売上高も計画通りの600億円に着地する見込みです。スタメンが提供するスマートフォンアプリ、TUNAG ベネフィットが、
リリースから半年で利用数百万件を突破しました。このアプリはデジタルトランスフォーメーション機能を搭載しており、企業は追加の手続きや費用なしで、従業員の福利厚生を充実させることができます。このニュースが投資家に評価され、株価に好影響を与えています。ゼネテックがフラッシュシステムズの全株式を取得し、子会社化しました。これにより、制御システム開発における技術力の向上と組織間のシナジーが期待されています。中期経営計画において、製品ライフサイクル管理関連事業の推進を掲げており、このストックがその戦略を加速させると見られています。東京後期の営業利益が従来予想の1億1500万円から1億3200万円に上方修正され、前の期と比較して2倍に増加したと発表されました。この結果が好材料として受け止められていますが、最終利益に関しては、可年度決算の訂正に伴う関連費用の影響で予想が下方修正されました。ストライクは、前日に上半期の業績予想を大幅に上方修正しました。具体的には、営業利益予想が従来の 29.3 億円から 37.1 億円に引き上げられ、前年同期比で 83.0% 増となりました。これは、案件の制約組数が当初計画の122組から130組に上回り、大型案件の制約も23組に達し、案件単価の増加が影響しています。通期予想は据え置かれていますが、今後さらなる上方修正の可能性もあると見られています。西松屋チェーンの既存店売上高が、前年同月比で 7.8% 増加し、2ヶ月ぶりに前年実績を上回る結果となりました。この増加は、気温の上昇に伴い春物衣料や夏物衣料の売り上げが大きく伸びたことによるものです。さらに、育児用品や服飾雑貨も乱然と好調に推移しました。エルテスが SNS 型投資詐欺につながるなりすまし詐欺広告の検知サービスを開始しました。これにより、著名人の画像を無断で使用した虚偽広告の発見が可能になります。広告主やタレント事務所向けに安全な広告環境の提供を目指します。株式ニュースをお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録、拡散を何卒よろしくお願いいたします。紹介してほしい情報などがあれば、ぜひコメントください。